CGS をご覧の皆さん、こんにちは。それでは本日も荻野銀行についてお伝えしていきます。前編では荻野銀行が自分自身が辛い病気にかかり、そんな中でも人々を救いたいと、女優になる決意をしたお話をしてきました。本日は、その道のりの中で、想像を絶するような道をどう開拓していったのかお伝えしていきます。当時、医者になるためには、 3年間医学校今でいう医学部を通いそして試験に合格するというのが条件でしたなのでまずは荻野銀行も医学校へ通うことを決めますただまずここで医学学学へ入入できまません入学を拒否されますそして荻野銀行これなぜかというと。 全国どこの医学校も女性の受け入れをしていないからです。まあ、普通であればそこでまあちょっと無理かなと思うところではあるんですが、荻野銀行はまあそんな現状からも逃げません。だったら男性よりも他の人よりも誰よりも成績を出せば認めてもらえるんじゃないか。そんなふうに考えます。そこで国学者であり漢方の医者である井上先生の塾へ入っていきます。 そこでは、とにかく成績が優秀で、周りの塾から、小木野さん、ぜひ私の塾へ来て講師をしてください。そんな風にまで言われていきます。ただ、それでも医学校への入学は拒否されます、まあ。そんな中、東京に東京女子師範学校という学校が開校することとなり、小木野銀行は第1期生として入学していきます。それもまた、 そこで教師という社会的地位を得ることで入学の道が切り開けるのではないかと考えるんです。そこでもとにかく成績が優秀なんですが、まだまだ医学校への入学は拒否されます。ただそこで医者になるためには関係のないものでも、まあ、必死に一生懸命やる姿を見て学校の先生が全国の医学校へ片っ端から女性の受け入れをお願いしてくれます。 そしてそういった働きかけがあり、ようやく荻野銀行は医学校へ入学をすることとなります。まあ、ようやく道が切り開けたということで、荻、ま、野、あ、銀行も嬉しくなるんですが、医学校の生活も決して楽なものではありません。臨病で数週間に一度は高熱と全身の痛みが荻野銀行を襲います。学校へは袴に行けた。 という断層をしして通学しますそしてさらには男子学生から「女に医者は無理ださっさとやめちまえ!」そんな風にいじめも受けますただそれでも荻野銀行は逃げません自分が医者になることで一人でも多くの女性を救うことができるのであればと思い前へ進み続けます。 そうしている中で、ようやく成績が優秀な結果を出し、医学校を卒業しき、ようやく試験を受けられる。ただそこで、再び荻野銀行は、どん底に突き落とされます。医学校を卒業したにもかかわらず、試験を受けられないんです。受験を拒否されます。荻野銀行は、試験の願書を提出して、 しに行きますが、拒否されます。理由は女だから。女に医者は無理だから。それでも諦めずに何度も何度も願書を出しますが、すべて却下。東京で出してダメなら埼玉県でと出しますが、それも却下。だったら直接内務省へと持っていきますが、それも却下。せめて話だけでもと思いますが、それも門前払い。 荻野の銀行はこの時ほど悔しかったこととはないと言っています。医学校で同級生だった男性たちはどんどん医者になるという現実。一方で成績が優秀だったにもかかわらず試験さえ受け入れられない。ただそれでも荻野の銀行は逃げずにとにかくできる方向から考えやれることをやっていきます。 前例がないと言われれば、本当に前例はないのか、片っ端から資料を調べていきます。そして遡ること、奈良時代。奈良時代に女医の育成記録が残っていたんです。そしてそんな必死に頑張る奥木の銀行を見て協力者が一人、また一人と増えていきます。そうして、ようやく試験を受けることができたんです。 試験は合格率10%から20%という大変難しい試験でしたが荻野銀行は一発で合格していきますこうして日本ちょい第1号が誕生しますこの時荻野銀行は35歳通常であれば男性は3年間学校に通って試験さえ受ければ医者になることができます ただ、小木の銀行は、二十歳で決意して、そこから男尊女卑の社会、女性が受け入れられないという理由だけで、なんと35歳、まさに15年もかけて道を切り開いていったんです。上位として開業した後は、待合室がもう患者さんで溢れかえるくらい、患者さんが集まってきます。 まさに社会からは女に医者は無理だと言っていたけれども人々は女医を求めていたんですそしてさらに荻野銀子は医者で満足することなく女性の社会進出へも力を注いでいきます荻野銀子は医者をする中で医者は目の前に来る患者さんしか救うことができない 私はもっと多くの人を救いたいと考えるんです。女性が体を売らずに収入を得るために、女性自身も実力をつけて自立する必要があると考えます。小木の銀行は、社会に文句を言うわけでも、男性に文句を言うわけでもなく、女性こそ変わるべきだ。女性も実力をつけて自立していく必要があると考えるんです。そこで小木の銀行は、 医者として働きながら次世代の女性の育成は女医の育成はもちろん教師として女性の教育へ力を入れていきます。さらには選挙権を得るための活動をしたり親のいない子どもたちを受け入れる施設の開設子守で学校へ通えない子どもたちのために通える子守学校を開設したりといろいろなことを挑戦し 道を切り開きき続けていきますまさに小木の銀行は医者で満足することなく女性の社会進出のために次から次へと新しい道へ挑戦し切り開き続けましたその裏には自分が開拓者として自分が辛いところを誰かではなく自分が一番辛いところはやるんだという思いがあったからです 荻野の銀行は日本上位第一号という功績を残しながら決して有名であるわけではありません。ただそれは荻野の銀行が地位や名誉ではなく社会に何が求められているのか自分が何をしたいかではなく自分は何をすべきなのかそれを考え常にどんなことからも現状からも社会の可能性からもそして人々の可能性からも 逃げずに戦い続けてきたからではないでしょうか。現代、女性の社会進出が進んでいます。その一方で課題はたくさんあるかと思いますが、大切なのは、一人一人が実力をつけて、自分が何をしたいかではなく、周りの人のために何ができるのか、周りの人のために何をすべきかということを考えて、一人一人が実践していくことなのではないでしょうか。 以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。